もことこです。はい、ということでね、今日は私今から、免許証の更新に行きたいと思います。まあ、せっかくだから免許証用っていうか免許証を取りに行く時のメイクを撮ろうと思って、動画を回してるんですけど、免許証の更新って誕生日プラス1ヶ月プラス1日じゃないですか。だから私は1月23日生まれなので2月24日までなんですよ。で、今2月20日です。今日20日。そう、ちょっとねあんまり行く時間がなくてなかなか行けなかったんだけど、今日日曜日で予定もないので、そう、朝起きてあ、今日行かなきゃやばいと思って、なんでちょっと急いで行ってきます。早速最近使ってるのアリーの桜色をまあこんな感じで出してわーってやってこれを塗ったくります。で、最近は私すっごく肌の調子がもういまいちで、いまいちオブザイヤーですね。2月にしてわかる？こことかこれ痒いんだよね。すっごく花粉来てんのかなって思うんだけど、なんか毎年花粉の季節、まあ、2月の後半とかから肌がすごい荒れるんですよ。こうやって赤いブツブツがいっぱいできて痒くなっちゃうんだけど、もしかして今年も来るのかと思うと今から恐怖。もうしょうがないけどね、こればっかりは。はい、続いてもう一回日焼け止め塗ります。これはめっちゃくちゃ顔が白くなるんで、あの結構注意。みんな免許証の写真ってどんな感じ？私5年前かな、前、まあ、4、5年前なんだけど、すっごい漏れてないんでね、もう写真慣れてるんだよね。だから次の時はもう絶対ちゃんとしようと思って。前回の写真はねこんな感じ。はい、なんか髪型がちょうどたまたまなんだけど同じ長さなんだよね。同じぐらいの長さだからちょっと比較しやすいと思うんだけど、この時はボトックスをまだ打ってなくて、エラが結構張ってるし、自分のパーソナルカラーをまだ知らなかったから、そうそう、茶髪っぽくて、なんかやっぱりこうしっくりきてないというか、なんかちぐはぐな感じがするんだよね。だから今日はちゃんときれいめにまとめたいなと思ってます。そしたら下地を塗ります。ドルガバーこの下地をワンプッシュで大丈夫、ワンプッシュで乗せていきます。うん、この下地を塗るとこうサラサラになるんだよね、お肌がサラサラの、まあ、ツヤ感はあんまりないんだけどサラサラって感じになって、すごい毛穴レスな感じの印象になります。はい、続いてディオールのコンシーラーだね。これはね20番、これがすっごく伸びるのでたくさんのせるとファンデーションみたいになっちゃうんだよね。隠したいところクマの部分を、まあこうやって境目の部分をねパフパフしますよ。もう今2月20日なんだけど早い、もう1年2ヶ月終わる。まあこんなもんでしょ。あ、でもやっぱここ出てくるね。ここはじゃあもう仕上げにやるか。ちょっと一回置いとこうか。なんか前回免許更新の時にってやったら、あー笑わないでください、真顔でお願いしますって言われたから、えっと思ってムッてやった瞬間の顔だから結構なんかムッとしてるんですよ。それがねちょっと、いや柔らかい顔にしたかったな。だから今回はもうあれ一瞬だから、本当に写真撮るの本当に一瞬なの。だからもう座った瞬間っていう穏やかな真顔で行こうと思っている。うん、うんみたいな。ちょっとなんかキョトンみたいな、うんって感じで行きます。もう表情の練習はねバッチリなの。こういうのって大抵うまくいかないんだよ。眉毛だけはちょっとこの、ね、眉毛のやつで鏡で見ますけど、ルナソルのスタイリングアイゾンコンパクト。これはもうずっと使ってるよ。眉毛をまずこうやって上げる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 。ちょっととりあえず毛並みを上に流していくね。で、濃い色を使って眉尻からこうグラデーションに、こっちが濃くて前頭が薄いグラデーションになるイメージで眉毛を描きます。うん、これね眉毛って本当に難しくて、あんまり近いところでずっと見ると意外とこうやってバランス、全体のバランス見ると変だったりするんだよね。
から結構こうやって鏡を近づけたり遠ざけたりしていろんな角度から見た方がうまくいく。でこのふわふわの方のブラシでちょっと薄めの色を取って全体にこうやって眉毛全体にのせていきやす。うん、大丈夫でしょう。でも今のうちにこれで塗っちゃおう。この今使った眉毛のこの斜めのブラシでこの涙袋をふいふい。今日はどうせ写真撮るからもう結構あの濃いめに引くか。実際会ってこれ見たらさちょっと濃くないって思うと思うけど写真で写るって考えるとちょっと濃いぐらいの方が大げさなぐらいの方が見やすいというか分かりやすいからいいと思います。ほんで今日はこれ使っていくよ。パーフェクトダイアリーの鶴のやつですね。こんな感じで可愛いピンク系のキラキラでございます。やっぱこのね明るい色からかな。まず最初にまぶた全体にこの明るい色をのせます。ほんのりピンクになった。下まぶたにもちょっと一応のせます。そう、私あんまり運転できないんだけどっていうのも東京の道が怖すぎて道路が怖すぎて東京では運転できないんですよ。一回だけしかしたことないんだけど沖縄とか北海道とかだとできるんですよね。次これ塗ります。でも結構怖いんだよね運転するのって。なんかさもし仮に当たっちゃったらとか思うとさなんかそれが電柱とかさ生き物じゃなかったらまだいいよ。もうよくないけど迷惑かかるからけどなんか仮に何か命あるものにとか思うと本当に怖くて運転できないの。だから私高速道路に人の運転で乗るのも結構苦手でこうなんかスピードが加速する瞬間とか結構本当に怖いって思っちゃうんだよね。ジェットコースターとかは平気なんだけどね。いい感じですよ。そしたら続いてアース地球を乗せていきましょうじゃないか。いいと思います。そしたら最後にこのベックっていう色を一番濃い色ですねをちょっと際にのせて、いい感じだと思いますよ。そしてね下まぶたにもうちょっとアイシャドウのせたいんだけど下まぶたはやっぱりちょっとラメ感のあるものの方がこうデカ目効果っていうんですかね、目がちょっと大きく自然ナチュラルな感じで綺麗に見えるのでこのイヴ・サンローランの YSL のねこの子を乗せたいと思います。この子かこの子かな、この子は結構肌なじみいいのでこの子を乗せます。うん、上に塗った色とちょっと似てるしね。上にもちょっと一塗りしとくか。うん、いいと思う。そしてチークもちょっと塗っちゃうんだけどこのイヴ・サンローランのこのパレットはフェイスカラーなのでチークにも使えるんでこの辺の色をちょっとミックスして、これは結構チーク重要だよね。あんま入れるとさおかめさんみたいになるしさ笑わないんだよね。これぐらいだったらいい。え、濃くない？濃いでしょ絶対。濃いわ。どうしちゃったの？やっぱちょっと鏡見てないとダメだよこれ。難しい。ここら辺にのせたいんだけどがっつりなってるけど、こうやってパフで馴染ませたら意外と馴染むから大丈夫だよ。心配しないでみんな。うん。でまつげを塗っていきましょう。まつげ大事。本当にまつげ大事。もう何よりまつげが大事かな私の中では。いかにまつげがこう綺麗に上がっているかっていうのが。うわぁまつげ上げると全然違うね。ちょっとまつげグリングリーすぎるけどいいんじゃない。でアイラインもちょっと長めに、気持ちいつもよりも長めに引きます。なんか一応ね調べたんだけど免許証の写真撮る時のメイクとかって規定はないんだよね。ただあまりにもその自分と違いすぎるとダメなんじゃないかなって思うけどどうなんだろう。でも規定がないってことは意外とどんなメイクでもいいってことでしょ。なのでもうできる限り漏れた顔で免許証を持ち歩きたいのでちょっといつもよりも気持ち濃いめにしてます。アイラインを結構長めに引こうと思っていてこう見た時に左右対称の顔になるように。むずいね。
ちょっとあなた化粧濃いですねとか言われるのかな。言われたら無理なんだけど。言われないよね。言われた人とかいるのかな。うん、であとはリップを何色に塗るかってことなんだけど、これとか変、ちょっとね、やっぱリップの色で顔色変わるから結構リップの色重要なんですけど、このブルベ冬大得意の色を真ん中にのせようかな。今すごいピンクじゃん、スプリングって感じだけど、これシャネルです。シャネルのココブルームの144番です。こうやって真ん中に塗って結構オーバーリップ目にしてみました。ほら、うん、いいと思います。メイクは完成です。うん、チークもさっき濃いかなと思ったけどさ、なんか大丈夫そうですね。なんでとりあえずこれでいってみよう。で、髪の毛とか、まあ、顔周りのなんかピアスもつけようかな。とりあえずやってきます。で、服はやっぱり顔周りが明るく見えるように白いシンプルな服にしました。ちょっと髪の毛とピアスつけてくるね。はい、髪の毛整えました。これで撮るわ。じゃあちょっと行ってくるんで、出来栄えをお楽しみに。じゃあ行ってきます。